流域図、カスコクウイム川、またはカスコ川は、アメリカ合衆国、アラスカ州南東部にある全長1165キロメートル、724マイルの河川。川口部の流出水量は、全米の河川で9番目に多く、流域面積でも17位に入る。川の水源は、アラスカ山無役北西部の人里は慣れた内陸の地で、そこから、 ベーリング海のカスコクウイム湾に注ぐ。山岳地域を流れる上流部を除けばずっとゆったりと流れるため、多くの種類の船舶が航行する。また、一つの州のみを流れる中では、全米で最長の川でもある。カスコクウイムとは、ユピック語で、とても呪いものという意味だが、英語のカスコックウィムという表記は正確ではない。川は1818 18年に、欧米人として初めて、 ウスティウゴフが発見し、サリチェフ注意によって1826年に、リカカスコクウムとして、地図上に記載された。先住民のナナの人々はチンアナと呼んでいたが、現代では老人ぐらいしかそう呼ぶ者はいない。川は、メドラの8キロメートル東にある、イーストフォークカスコクウイム川とノースフォークカスコクウイム川との合流部から南東に流れて、ベイリング海のカスコクウイム湾に注ぐ。 川のいくつかの支流は、アラスカ南中部に源を発する。このうち全長4 0 0トルのノースフォークカスコクウイム川の源流は、フェアバンクスの西南西約3 2 0トルに、あるカスコクウイム山地にあり、幅の広い谷を南西へ流れる。また、全長3 2 0トルのサウスフォークカスコクイム川の源流は、アラスカ山脈の南西端、ガーディーン山の西にあり、 山地を北北西へ流れニコライの村を通り過ぎると、デナリの北西の山麓から流れ出た川と合流する。この二つの支流は、メドルファの近くで合流し、マグラスの村を通り過ぎると、カスコクウイム山地とアラスカ山脈の合間の辺皮が谷を流れる。カスコクウイム山地を抜け出すと、ユーコン川の南側の中石平野に出る。そこには大きな湖が点在し、その周りを、 頭皮の森が取り囲んでいる。アニアックなどのエスキモーの村々を通り過ぎ、ユーコン川まで直線で80キロメートルの距離に迫ったところで南西にそれる。川沿いに位置する中では最大のコミュニティのベセルを通り過ぎると川幅はさらに広がり、そこから南南西に約50キロメートル流れるとカスコクウイム湾に流れ込む。アニアックより下流は ユーコンデルタ国立野生生物保護区の域内を通ることになる。カスコクウイム側にはメドルファの南西約3 2トル地点で南からビッグ側が合流する。また、平野部に出る前のカスコクウイム山地の南端では南からスウィフト、ストーニー、ホリトナの各河川が合流する。さらに、アニアックでは南からアニアック側が合流する。 他にもベセルの上流 32km 地点で、南からキサラリック川が空へする区川が合流し、川口のイークの村の近郊では、東からイーク川が合流する。1900年頃、イヌイットとカスコクウム川を行く、モラビア兄弟団の施設家川交易や漁労など、カスコクウム川を使った経済活動は、昔からあった。 先住民族のチヌークの人々はこの川で主食となるサーモンを取った。1901年にはアニアック近郊で砂金が発見され、この地域の鉱物生産量のほとんどが砂金で、占められるようになりその総生産量は350万、トロイオンスにも上った。その砂金を輸送するイリタロットトレールはサウスフォークカスコクウイム川沿いに南へ走り、アラスカ山脈を出ると、 マグラス近郊で川とは離れて西に伸びノームに至った。全米最大級の河川。ユッスグス2010年4月21日閲覧。AB 地名情報システム。ユッスグス2010年4月21日閲覧。エコノミックジオロジーモノグラフ級、ミネラルディーパシッツオブアラスカプレシャツメトルツアソシエーテッドウィズレイトクラデイショス。 アーリーターシャリングニアスロックスオブサウスウェスターン、アラスカ、バンゼンミラー。1997、pp242 から 286http コロンスラッシュスラッシュアラスカドット、.usgs.gov スラッシュスタッフスラッシュジオロジースラッシュブラッドリースラッシュ pubs スラッシュ2004ゴールドファーブトンリン。pdf。ありがとうございます。